家庭菜園ライフ。朝霞で菜園をやっている馬場です。今日は白菜キャベツの追肥作業、注意すべきポイントについてご紹介していきたいと思います。そろそろ白菜キャベツの植え付けは完了するタイミングです。まだ終わっていないという方、ぜひ早めの植え付けを行っていきましょう。土作りがまだ終わっていないという場合は、畝を立ててマルチだけして、あえて元肥なしでやってみてください。夏野菜を育てていたような場所でしたら十分残肥があるはずです。また微生物なども活発であれば十分養分が吸えるような土になっているはずですので、まずは早めに植えて、その後に追肥などで補っていくのもいいでしょう。今回はその追肥のポイントや気をつけたいポイントなど、植え付けた後に注意すべき点などをご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それではまずこの時期に植え付けが終わるべきことについて、その前に本編に入る前にご紹介ですが、白菜キャベツの準備から収穫までの一連の作業を動画講座にして配信をしております。今回の追肥のポイントなどもより詳しくポイントをお伝えしています。また収穫時期までにやるべき作業など一連の流れについても解説しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からそちらもチェックをしてみてください。ということで今回は追肥の部分を中心にご紹介していきます。まずはそもそも9月の中旬までに植え付けをする理由についてご紹介していきます。白菜やキャベツなどは特に影響が大きいんですが、この結球する野菜というのはなるべく早めに植えることで外葉が大きくなり、それによって光合成量が増えてぐんぐんと大きく育っていきます。最終的には外葉が大きくなることで丸くて大きな結球を始めます。これが植え付けが遅れてしまうと、そもそも外葉が大きくならず、結球してもサイズが小さく十分な大きさに育ってくれません。よく追肥などをガンガンして大きくさせようと試みる方もいますが、あまり大きく育てるという効果はなく、やってもサイズは大きくならないことが多いです。かえってえぐみが強く出てしまったり、病気にも感染しやすくなるなど悪影響につながりますので、適切な追肥の量を守るようにしてみてください。まずは早く植えること、これが大変重要になります。ただし万が一植え付けが遅れてしまった場合、その場合は植え付ける品種を変えてみてください。キャベツであればミニキャベツやケノコ型の細長いキャベツなど、そういった小ぶりなサイズを選ぶようにしてみてください。品種としてはミサキという名前のもの、こういったものがおすすめです。白菜で言えばタイニーシュシュ、プチヒリ、こういったミニ白菜や半結球の品種がいいと思います。こういった品種でしたら植え付け時期が遅れても十分間に合いますので、やってみてください。それでは追肥についてのポイントなどについてご紹介していきます。まず追肥の時期としましては、白菜キャベツについては植え付けから1ヶ月くらいを目安に追肥作業をやってみてください。少し早すぎても効果はありません。また遅すぎてもあまり意味がありませんので、だいたい1ヶ月といったところを目安にやってみましょう。今回追肥に使うのは鶏糞です。追肥してから効果が出るまで少し時間はかかりますので、化成肥料などを使っての栽培では段階ごとに追肥をするというケースもありますので、追肥については様々な手法があります。その点はご自分の栽培方法に合った点を選んでみてください。追肥として使える手段としては、他にぼかし肥や米ぬかなども利用できます。どちらの場合も使いすぎますと肥料過多になりやすいです。米ぬかに関しては入れすぎてしまうと虫が寄る原因にもなりますので、投入のしすぎには十分注意が必要です。ぼかし肥は基本的には分解が終わってますので、かなりの速効性が期待できます。土作りで肥料を入れずにスタートした方などは、ぼかし肥などを自分で作っていたり購入できるのであれば、そちらを追肥として使っていただくのがいいでしょう。それでは追肥を実際にする時の注意点について何点かご紹介していきます。まず一つ目は入れすぎないということです。白菜キャベツの場合はこの点が一番重要かもしれません。肥料を投入しすぎることによって葉っぱは急激に育ちますが、その分害虫の被害や病気の被害に遭いやすくなってしまいます。ということで必ず適量を入れるということを守っていってください。キャベツと白菜それぞれ1株あたり両サイドに 10cc 程度、
合計鶏粉を 20cc くらい入れれば十分です。大型の白菜や育ちがちょっと悪いケースで言えば両サイドに 20cc 程度入れる場合もありますが、十分育っているようであれば一つまみ程度、約 10cc 程度にとどめておいた方がいいと思います。しっかり追肥は土の中に埋め込んでおきましょう。害虫が寄りやすいと言いましたが、匂いなどの影響で害虫が寄ってくると言われています。ですので追肥はしっかりと土に埋めて表面に残らないようにしておくのがいいでしょう。土をかぶせたりしっかり埋め込んで匂いが発しないようにしてください。その方が分解なども早まりますので、特に米ぬかやぼかし肥などはしっかりと土に混ぜ込むようにして、そのまま表面に残ったりしないようにしてください。表面にたっぷり残っちゃったりすると芋虫などの発生原因にもなりますので十分気をつけましょう。あまり株元に近すぎないように追肥の位置を気をつけていきましょう。秋冬野菜は他の夏野菜とも同じで、植えた後はどんどんと根が伸びていきます。白菜やキャベツも同様で、葉っぱが大きく展開すればその分根も同じように伸びています。ということで外葉の先端あたりをめがけて追肥の位置を決めて追肥するといいと思います。だいたい株元からは 2,30 センチくらいの位置になると思いますので、そのあたりをめがけてやってみてください。新しい根がぐんぐんと伸びてくると、その根が若いのでそれを狙って離れた場所に追肥をしていこうということになります。追肥という作業は簡単に見えますけど、適量を守って作業のポイントは注意してやってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。